あります。向こう側、松平健太のサービスから始まります。手前に。ジャンピングバックハンド、ロビングでしのぐ松平、ものすごいラリーになっています。T 埼玉の松平健太に3対1で勝ちました。2008年度青森山田高校2年生の時の準優勝。それ以来野田学園高校時代にこの全日本選手権で初優勝、9回ではベテランと言われる年齢に差し掛かってきました。この両選手です。柔らかな一方の吉村真春は仙台育英修校中から野田学園高校愛工大出身です。一方の松平健太も元日本代表として世界選手権などで活躍しました。 T リーグなど国内の大会でまだまだ輝きを放し続けています。吉村の YG サービス、3球目しっかりと決めていきました。新型コロナウイルスの感染、それから年末にはテレビロングサービス、しっかりと吉村真春が回り込んで対応して、こちらもサービスには定評があります。松平健太、厳しいコースですがしっかりと吉村真春、そして丹羽幸喜、戸上俊介という4人です。吉村の YG サービス、サービスエースです。アップダウンサービス、浮いたところ、3球目ネットミスになり、フリックから攻めていった吉村ですが、逆をついていきました松平の。前陣で合わせた松平健太、素晴らしいカウンターを見せました。手前に松平、木原美優対伊藤美誠、木原がと早田ひなの試合はまだ行われています。第一ゲームを取ったのは松平健太、ここもしっかりと前陣で合わせていく、チキータから入ります。チキータとバーレン、あるいは逆をこする逆チキータ、たくさんのチキータがあります。回り込んでいきましたがネット、回り込んでのチキータはオーバーです。吉村のそれから回転量、相手にとっては脅威になります。ストレート、第4、吉村逆転です。バック対バック早いテンポです。吉村の男子ダブルスに臨む予定でしたが、吉村和弘が新型コロナウイルス76です。素晴らしいフリックです。逆モーション、お互いに多彩な技を持っています。ストレート、吉村のガッツポーズ、ネットに当たってオーバーです。ストップから吉村がフリックで仕掛けて、最後は吉村のポエ界の舞台を経験してきたこの両雄、ナインオールです。テンオールです。吉村のドライブはオーバー、ハイトスサービスからフォア前、回り込んでドライブ、最後はストレートでした。
このゲームを松平健太が取りました。ベスト4、そして松平は13年ぶり、吉村は10年ぶりの決勝進出。です。次男の健二選手は京和麒麟のプレーヤー、全日本立の選手、この大会にも出場しました。ハイトサービスからここも耐える、松平カウンターに行きますがネットです。吉村が打ち、吉村の YG サービス、ミドルへ溜めたバックハンド、バック対バック、強打に行きましたが松平、スリーフォー。それから2009年度は石川佳純とのペアで混合ダブルスでの優勝経験は、吉村がフットワークを生かして、YG サービス、バックハンドはオーバーです。銀メダリストの、銅メダリストの丹羽孝希、と森薗ペアを破って初優勝に輝きました。そして現在試合を行っているこのバックハンドはオーバー、ライブ吉村のゲームポイントです。ロングサービス回り込んでいきました。ネットに当たってオーバー、吉村の声が響き渡りました。手前に松平、吉村のサービスから始まります。第4ゲームです。吉村の3球目、回り込む、強打に行きます。レシーブエースです。ここもサービスエースです。7ゲームマッチです。会場に拍手が響いているのは女子の準決勝が終わりました。吉村の連続攻撃、バック対バック、回り込んで吉村、ストレートを突く松平、さあロビングでしのぐ吉村、ラケットの角に当たりました。回り込む、台の角に当たりました。エッジです。ストップから踏み込んだ、うん、ここも松平のブロック、ロングサービス、ノータッチです。回り込んでいきました。よし、ここも3球目です。6-8、松平2点差で自分のサービス、ここもノータッチです。ネットに当たってオーバー、チキータでポイント、場面を迎えています。キータが行く、ネットインを処理する、攻める松平、ロビングでしのぐ吉村、ナインオール追いつきました。ハイトサービス、ノータッチでした。レシーブエースです。これは読んでいました。吉村ペンオール追いつきました。いわゆるデュースで、ネットインバックハンド振っていきました。サービスエースです。ここもサービスエースです。ロングサービスを使ってきました。吉村小さくガッツポーズ、思いっきりバックハンドを振っていきましたがオーバーです。回り込んだ、
ミドルへのドライブです。対応する松平、最後はノータッチでした。接戦を制しました。からは解説には元日本代表現ホープスナショナルチームコーチの森本文江さん、実況小笠原生でお伝えということになります。さあ、まあこういった、やはり吉村選手も不良のこう事故からこう、はいはい、をこう噛み締めながらこうプレーしているなと感じますね。あの今大会あの、はいですね、そしてパリオリンピックを目指すと、はい、話していましたので、こう伸び伸びプレーしているような感じですね。はい、流拳の年代に入ってきて、はい、そうですね、もう30歳になるんですね。そうなんです、はい、もうベテランのプレーは松平選手にとってもこう非常に大きいのかなと思いますね。はい、そういった意味では今大会でもお互いのもやはり何といっても吉村選手、このアップダウンのサービスですよね。はい、また当然、そして入れに行くレシーブだと吉村選手にこう強く打たれてしまうので、はい、少しずつ松平、うん、5回戦ではシーズン時計町明日香に4対2、そして6回戦では張本智和に4対2、準々決勝では松下大成を4対1で破ってきました。やはりリーチが長いので、はい、両ハンドしっかりと振り抜いてますね。お、今 うまく返しました。まあですね、はい、そして6年ぶりのベスト4進出となります。アウトです。逆転することができましたね。はい、でそこに素早く対応は吉村です。相手のところミドルに攻めていきます。押し込んでいく。うん、でも松平、まあ、この若手の、対戦相手ということもあって、はい、よりこう速さでは勝てない、じゃあこうしよう、はい、こうタイミングを外す、まあ、そうしたことでこう勝つ、はい、うん、オーバーです。11対8、前から出場して、はい、準決勝進出していますの でこのタフな戦いにはなっていると思うんですが、はい、そうですね、試合数は多いと思うんですが、はい、自分の卓球がしっかりとできて、内村オーバーです。モーションで長いサービスを出しているので、はい、よく追いついた。しかしそこに冷静に対応します。松平またフォアサイドが空いたのをしっかり見て、そうですね、はい、打ってます。台上のこう四隅をフルに使うと言いましょうかね、はい、そうですね、もうここで松平選手はギアを上げて、あー、うん、あーコースを変えたり、あとストップレシーブですね、はい、しっかり短く、あここは強烈なフォアハンド。吉村選手は今のようにしっかりと、うん、先にフォアで攻めるような形をですね、はい、作っていけばいいです。左右に打ち分け、バックハンド強烈、オーバーです。松平が有効ですね。はい、うん、これはよく入りました。戦い方をこう見ながらですよね、はい、うん、追いつきました。追いつきます。まあ、全日本にもう間に合ったといったところがですね、はい、そうですね、うん、こういう舞台に立てるといった喜びもかみしめてると思います、はい、本当にこう前向きなコメントを、ね、うん、残してたんですよね。はい、オーバーです。出ていければいいなと思いますよね。はい、ここは素早い反応。さあ吉村前に出して、おお、ここは素早い、狙っていくと思います。すくい上げて、そんで、うん、ネットです。さあこの
バックで返す。ここをしっかり感動、フォア狙ってます。これは見事です。バックハンドはネットです。でこう前後の揺さぶりといったところになるんですね、はい、そこでのこう修正していく。ここで強打、おっと地に当たりました。なんかこう絶対的な自信のようなものを、オーバーです。もったいない。リードを奪います。強烈なバック。何かその松平がまた、ストップレシーブさせるのか。今もそうですね、はい、しっかり反応できて、ここも返す。ここもなーっと、ナイスボール。3球目読まれないような、はい、ストップ、今という間に松平がポイントを重ねます。最後は松平圧巻のゲームとなりました。吉村もうちょっと今しばらく動けないほどの